10月の爽やかな秋空が広がります。ここ兵庫県神戸市にあります王子スタジアムです。2022年 X2West 秋季公式戦第3節、西宮ブルーインズ対ゴールデンファイターズの試合をこれからお送りいたします。実況は私石井真由美がお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、この X2West の YouTube 配信はさまざまな方々からの応援をいただいて放送していただいております。本当に皆様ありがとうございます。団体の方、そして個人の方からのご協力を得まして、このような形で X2 の試合を配信させていただいております。どうぞこれからもね、皆様本当にご支援をどうぞよろしくお願いいたします。ご支援いただきました方々は、このようにして配信の方にもお名前を表示させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして個人からの、ご支援の方にはこのようにしてお名前を出させていただいておりますので、どうぞこれからも、ぜひね、皆様の、熱いご支援をお願いしたいところです。どうぞよろしくお願いいたします。本当に皆さん温かいご支援ありがとうございます。今両チームの選手入場が終わりました。今日はメインスタンド側ネイビーのユニフォーム西宮ブルーインズです。そしてバックスタンド側ホワイトのユニフォームがゴールデンファイターズとなっています。これよりフィールド中央ではコイントスが行われます。この両チーム、この試合が秋季公式戦、秋季リーグ戦第3節折り返し地点となっております。 X2West6 チームによる総当たりのリーグ戦を行っておりますが、今日が3週目第3節ということになっております。ここまでの対戦成績ですが、西宮ブルーインズは第1節トライアクスジェスターズに19対17、第2節は大阪ガスに10対7で2勝しています。対しますゴールデンファイターズは第1節はサイドワインダーズに16対23と敗れ、そして第2節もトライアクセスジェスターズに6対34と敗れまして、ここまでまだ勝ち星がありません。2勝0敗の西宮ブルーインズと0勝2敗のゴールデンファイターズの試合です。さあ、今日は本当にとてもいいお天気になっておりまして、気温の方が25度を上回るような、時間もありました。そして風の方は今のところほとんど影響がないと思われるぐらいの微風となっております。さあ、今両チーム首脳陣によりますコイントスのセレモニーが行われております。コイントス選択権を得ましたのは西宮ブルーインズ。さあ、そのまま西宮ブルーインズが前半のレシーブを選択したようです。ということで前半戦はゴールデンファイターズのキックオフにより攻撃開始となります。さあ、このアメリカンフットボール、簡単に言いますとね、陣取り合戦のようなものになっておりまして、両チームね、陣地の奥に自分の陣地を背にして攻撃をしていくわけですね。相手の陣地にボールを進めていくということになっております。プレーはパスプレーまたはランプレーで、それが成功しますとボールをいかにね前進させるかによって攻撃ボールの位置がねどんどん前に行くことによって陣地を広げていくというような形になっております。さあ、この試合は1クォーター12分の正式計時により試合が行われます。まずは画面左側、
白のユニフォームゴールデンファイターズがキックオフ、そして右側紺のユニフォーム西宮ブルーインズがそのキックオフしたボールをリターンします。そのリターンした地点から攻撃を開始しますので、まず最初の見どころはそのリターンがどこまでリターンできるかというところです。さあ西宮ブルーインズリターナーは9番と15番、9番浅野選手、15番水野選手が入っています。そしてゴールデンファイターズキックを蹴りますのはキッカー25番の国木寛大選手。さあこの国木選手のキックオフ、さあ今試合開始です。さあこれを水野選手リターンしていきます。右に大きく展開しながら10ヤード15ヤード、西宮ブルーインズリターナー15番水野選手がリターンしました。このボールをリターンした時点から攻撃チーム4回の攻撃を開始することができます。4回のダウンと呼ばれる攻撃権シリーズで10ヤード以上進みますとファーストダウン獲得となり、新たに4回の攻撃を獲得することができます。画面奥に見えます赤いオレンジ色の、ね、棒ですね、あの黒丸のその2つの丸が攻撃開始と、そしてファーストダウン獲得を表しております。さあ西宮ブルーインズ前半最初のファーストダウン10の攻撃、クォーターバックは4番の前田龍二選手。さあまずはあと一旦バックパス戻しまして、前田選手のランプレーでしたが、これはこのプレーではロス、ボールをゲインできず、逆にロスボールを後ろに下げています。今ちょっとね、あのフリーフリッカーのような感じで一旦ランニングバックにボールを渡しまして、その後またクォーターバックの、ね、前田選手にボールを戻して、前田選手のランということだったんですけれども、ここはロスをしてしまいました。ということでこれでファーストダウン獲得まで15ヤード稼がないといけません。セカンドダウンの攻撃、クォーターバック4番の前田選手、セカンドダウンの攻撃です。さあパスの構えです。さあパスはインコンプリート、西宮ブルーインズ15番の水野選手を狙ったパスでしたけれども、このパスは不成功です。そしてゴールデンファイターズ45番の上田選手がしっかりとカバーについていました。パスが不成功、前パス、前方へのパスが不成功ですと、そのダウンの攻撃終了となりますので、ボールは元の位置に戻されます。ダウンは進んでセカンドダウンの攻撃です。さあサードダウンの攻撃、クォーターバックは前田選手。さあランニングバックにボールを渡します。さあ西宮ブルーインズランニングバック22番の岡本選手がボールを持ちましたが、ここはゴールデンファイターズラインバッカー23番日野選手のタックルが早く、ゲインは2ヤードほどでした。さあこれで西宮ブルーインズはファーストダウン獲得まで14ヤードを残し、ダウンはフォースダウンとなります。さあパントです。あとパントを蹴れない、ここでタックルを受けて攻守交代となります。4回の攻撃でファーストダウン獲得できなかった場合、その時点で攻守交代となるため、4回目の攻撃権を放棄し、パントによりボールを蹴り陣地を挽回するところでしたが、ちょっとスナップが乱れましてもたついているところ、ゴールデンファイターズラインバッカー31番久門雄介選手がパンターをタックル、ボールデッドとなりまして、その時点で攻守が交代となります。さあ攻撃権ゴールデンファイターズに変わります。ゴールデンファイターズ敵陣13ヤードからのファーストダウン10の攻撃。さあまずはランできます。
ランニングバック99番の藤本銀次選手のランプレー。ゲインは3ヤードです。3ヤードボールを前進させています。ゴールデンファイターズセカンドダウンの攻撃。クォーターバックは12番矢部亮太選手。アイフォーメーション、フルバックにボールを持たせました。ラニバック91番森川博之選手の中央プレー。ここは6ヤード近くゲインをしています。サードダウン残り2ヤードほど。ゴールデンファイターズサードダウンの攻撃です。ファーストダウン獲得までは残り2ヤード、立ち球までは残り7ヤードほど。さあここは持たせます。藤本銀次選手のランプレー。しかし西宮ブルーインズディフェンスの集まりがよく、ゲインはほとんどありませんでした。ゴールデンファイターズファーストダウン獲得まで2ヤードを残し、ダウンはフォースダウンです。ラストダウンとなります。アメリカンフットボール、得点はエンドゾーンへにボールを持ち込むか、エンドゾーン内でボールをキャッチするか、またはこのフィールドゴールによりキックがゴールポストを通過すれば3点の攻撃権。キッカーがちょっと今ね、画面からちょっと映ってませんが、あ、今見えてきました。はい、これがフィールドゴールを蹴るキッカーです。そしてそのキックが、このキックは不成功でした。ゴールポストの間を通過しませんでした。ということでここで攻守交代となります。ただいまフィールドゴールが不成功でしたので、攻撃権は西宮ブルーインズに変わります。さあ先ほどね、あのフィールドゴールを蹴る前のボールポジションが20ヤード以内でしたので、その場合は攻守交代となると、ボールを20ヤードとなりまして、攻撃権変わりました。西宮ブルーインズは自陣20ヤードから攻撃を開始します。西宮ブルーインズファーストダウン10の攻撃です。クォーターバックは4番の前田選手。さあファーストの攻撃パスです。このパスが通りまして、その後ランフターキャッチが長い。ゲインSure.
蹴りました。このキックは決まりまして、キック成功です。さあこのキックが決まりまして、西宮ブルーインズは7点先制となります。さあ西宮ブルーインズ、先制点。YouTube ね、ご覧の方、ちょっと今あの得点表示とあとヤード表示の方がちょっと不具合がありますので一旦消させていただきます。すいません、あ、画面が消えちゃいましたね、はい、さあ、あ、はい、わかりました。さあ YouTube の方は生きているということで私喋り続けたいと思います。さあ先ほど得点いたしました、西宮ブルーインズのキックオフで試合再開です。さあキッカー96番田畑選手のキックオフ、これをリターンしていきます。ゴールデンファイターズ11番近藤朝日選手、10ヤードほどリターンをしたところでタックルを受けボールデッド。13ヤードほどリターンしたでしょうか、近藤朝日選手のリターンでした。ボールをリターンした地点からゴールデンファイターズの攻撃開始となります。しかし、フラッグが出ておりました。反則発生を示します、ペナルティフラッグが出ておりました。キックオフをした西宮ブルーインズ陣地の方にですね、キックオフの地点あたりで、反則を示すフラッグ、黄色い布が投じられています。反則が発生しますとこのようにあの黄色い布が投じられまして、その後、確認をした後レフリーから反則の説明があります。西宮ブルーインズにイリーガルフォーメーション、キックオフの際のイリーガルフォーメーションがあったという反則ですね。キックオフする際のフォーメーション、これがきちっとルールにのっとられていなかったということで、反則となります。さあこれで5ヤードを抜退し、西宮ブルーインズキックオフをやり直します。さあキッカー96番田畑選手のキックオフ、5ヤード抜退して自陣30ヤードからのキックオフ。さあこれも大きなキックとなりました。そして近藤朝日選手、あ、ここからボールを渡しました。17番の長野大地選手がリターンをしました。25ヤードほどのリターン、ボールをリターンした地点自陣35ヤードからゴールデンファイターズの攻撃開始です。ゴールデンファイターズ矢部選手、さあその矢部選手自分でボールを持ちます。自らキープしてどうでしょう、ファーストダウンを超えたでしょうか。ギリギリ届いていないようですね。しかしクォーターバック12番矢部選手の QB ランで9ヤードゲインをしていますゴールデンファイターズ。
さあゴールデンファイターズファーストダウン獲得までは残り1ヤードです。さあ矢部選手からランニングバックにボールを渡します。ランニングバック45番上田選手ファーストダウンを獲得です。さあこれでファーストダウン獲得しましたので、ここからまた新たに4回の攻撃を開始します。自陣45ヤードからファーストダウン10の攻撃。さあボールはこれはナイスタックルでした。西宮ブルーインズ49番ディフェンスライン大谷大学選手、ゴールデンファイターズランプレーを、ね、しようとしていたんですが、この49番大谷選手のタックルが早く3ヤードロスをしています。ゴールデンファイターズセカンドダウンロングとなります。セカンドダウンの攻撃、矢部選手からのパス、これはインコンプリート、パスは不成功です。ターゲットは86番の藤本選手を狙いましたがパスは不成功。前パスが不成功ですとその攻撃ダウンは終了しまして、ボールは元あった位置に戻されます。ダウンは次のダウン、攻撃は次のダウンに変わります。ゴールデンファイターズサードダウンの攻撃です。ファーストダウン獲得まで13ヤードを更新しないとなりません。さあパス成功、そしてかなりラフタキャッチも頑張りましたが、ランニングバック42番の門田和樹選手へのパスでした。10ヤードをゲインしましたが、先ほど、ね、ロスをしていましたのでファーストダウンには届いておりません。まだ2ヤードほど残っています。ゴールデンファイターズ残り2ヤード、しかしラストダウン、ここでパントフォーメーションですね、パンターが出ています。さあここはパントで攻撃権を放棄しますゴールデンファイターズ。そしてこのパントは見送りました。ここで攻守交代です。4回の攻撃でファーストダウンを獲得できなかった場合、その時点で攻守交代となるため、このように4回目の攻撃はパントにより攻撃権を放棄し、大きくボールを蹴り出しまして陣地を挽回するという戦術が使われることが多くなっています。ただいまゴールデンファイターズのパント、西宮ブルーインズ陣地14ヤードでボールデッドとなりましたので、ここで攻守交代です。西宮ブルーインズ自陣14ヤードからファーストダウン10の攻撃です。クォーターバックは4番の前田選手。さあここはランニングバックにボールを渡します。これはいいランになりました。ランニングバック21番藤井選手のランプレー、ファーストダウン超えましたね。ゲイン11ヤードから12ヤードゲインをしています。さあこれで西宮ブルーインズ新たに4回の攻撃を開始します。ボールポジションは自陣26ヤード。西宮ブルーインズファーストダウン10。ショットガンフォーメーション、左に3人のレシーバー。こたわく前田選手、真ん中へのパスですが、これはパスインコンプリート。パスは取れませんでした。ワイドレシーバー85番の佐々木選手を狙ったパスでした。さあこれでダウンはセカンドダウンの攻撃に変わります。西宮ブルーインズセカンドダウン10。
さあ中央に持たせましたがタックルは早かった。ゴールデンファイターズ52番笹池優太選手のタックル。1ヤードロスをしていません。さあ西宮ブルーインズサードダウン、ファーストダウン獲得まで11ヤードです。さあサードダウン、ドガンフォーメーション2バイ2、前田選手ターゲットを探してパスが通りましたがランニングバック15番水野選手へのパスが成功、しかしファーストダウンには届きませんでした。あと4ヤードほど残っています。西宮ブルーインズフォースダウン。さあここもバントにより攻撃権を放棄する模様です。西宮ブルーインズ、さあここでホイッスル、ゲームクロックがゼロになりましたので第1クォーターが終了です。さあ第1クォーター終了しまして西宮ブルーインズが7点の先制、そしてゴールデンファイターズ無得点ということになっております。さあこれより第2クォーターに入ります。第2クォーターは攻守陣地を入れ替えましてプレーはですね、第1クォーターの攻撃プレーの続きで行われますので、攻撃権はそのまま西宮ブルーインズが攻撃権を持っているということで第2クォーターに入ります。この試合は1クォーター12分で行われております。得点表示、タイム表示が復活いたしました。皆様、ご迷惑をおかけいたしました。右のね、今12分と出ているのがゲームクロックとなります。1クォーター12分で行われているこの試合です。フォース&ファイブというのは現在のダウン、フォースダウンを表しております。アンドファイブはファーストダウン獲得までのヤード数です。さあ、これより第2クォーターです。西宮ブルーインズフォースダウン。さあパントフォーメーション、ここはパントを蹴り出して陣地を挽回します。いいパントになりました。パンター38番板谷正樹選手のパントでした。さあここでボールデッドとなりました。 この時点で攻守交代です。攻撃権はゴールデンファイターズに変わります。ボールデッドとなった地点、自陣18ヤード付近でしょうか、18ヤードからの攻撃開始です。さあ攻撃権はゴールデンファイターズ、自陣18ヤード付近からのファーストダウンの攻撃です。クォーターバックは12番の矢部選手。さあ投げられない、ここで捕まって QB サックです。クォーターバックサックをしましたのは西宮ブルーインズディフェンスライン40番岸選手。10ヤードぐらいロスを奪っているでしょうか。さあゴールデンファイターズ大きくロスをしましてセカンドダウンの攻撃です。あっとスナップが危なかった、そしてパスも不成功です。フラッグが出ております。反則の発生ですね。
今の反則オフサイドということでディフェンス側の反則です。プレー開始のボールがスナップされた際にディフェンス側の選手がニュートラルゾーンに侵入していたという反則、ペナルティ5ヤード、西のゴールデンファイターズ5ヤード前進してセカンドダウンのやり直しです。ということでファーストダウン獲得までは16ヤードとなっています。西のゴールデンファイターズ、矢部選手自分でボールを持ち運びます。クォーターバック12番矢部選手のランプレー。さあこれで3ヤードほどゲインをしました。4ヤードのゲインです。ゴールデンファイターズサードダウン、ファーストダウン獲得まで12ヤードです。さあ12ヤード以上前進しないと攻撃権を継続することができません。さあピッチします。さあこのランがいいランになりました。ゴールデンファイターズナイスランです。ファーストダウン更新、ランニングバック42番門田和樹選手のランプレー、大きなゲインとなりました。ゴールデンファイターズ自陣44ヤードから新たな攻撃を開始します。さあゴールデンファイターズファースト&10の攻撃、クォーターバックは12番の矢部選手。持たせます、失礼しました、フェイクを入れて、クォーターバックの矢部選手がボールをキープしました。ゲインはありませんでした。今不要なホイッスルがあったということで、全く関係のないホイッスルがあったということで、先ほどのプレーは、なく、ファーストダウンをやり直します。さあ、クォーターバック矢部選手からパス成功です。ちょっと今はサインミスでしょうか。カットがあったんですね。西宮ブルインズ0番ラインバッカーの北川選手がパスカットをしていたようです。さあゴールデンファイターズセカンドダウン10の攻撃です。さあパスの構え、矢部選手長いパスですが、これはインコンプリート。さあこれでサードダウンの攻撃に変わります。ゴールデンファイターズフォーメーションを確認して左に3人のレシーバー、ゴールデンファイターズサードダウンの攻撃、矢部選手からのパス、これが成功。ワイドレシーバー20番山田シグマ選手へのパス成功。敵陣に入っています。さあこれで敵陣43ヤードから攻撃を開始します。ゴールデンファイターズここから4回の攻撃開始です。持たせます、中へのランですが、ここは
西宮ブルーインズディフェンスライン49番大谷大学選手がタックル、1ヤードのロスを奪っています。ゴールデンファイターズセカンドダウン、ファーストダウン獲得まで11ヤードとなってしまいました。さあ矢部選手からのパス、パス成功。ゴールデンファイターズ12番クォーターバック矢部亮太選手からワイドレシーバー11番近藤朝日選手へのパスが成功です。9ヤードのゲイン、先ほど1ヤードロスをしておりましたのでファーストダウン獲得までは残り2ヤードです。さあクォーターバック矢部選手、ここは自分で持っていきます。そしてファーストダウンを取ってきました。ゴールデンファイターズクォーターバック12番矢部選手でした。6ヤードをゲインしていました。ゴールデンファイターズ敵陣29ヤードからの攻撃開始です。ここから4回の攻撃、ゴールデンファイターズファーストダウン10。さあここはあっと決定です。西宮ブルーインズ今日はこのディフェンスライン49番の大谷大学選手大活躍です。さあ今のプレーで4ヤードのロスを奪っています大谷選手。さあゴールデンファイターズセカンドダウンの攻撃、さあ矢部選手からターゲットを探しているが投げられない、パスは不成功です。さあこれでサードダウンになります。ゴールデンファイターズファーストダウン獲得までは14ヤード。さあサードダウンの攻撃、ゴールデンファイターズ右に3人のレシーバー、さあパスの構えからスクランブルに出ようとしましたが、ここはクォーターバックキープで 2ヤードロスをしてしまいました。そして反則の発生ですね。反則発生を示しますフラッグが出ています。さあこの反則、今審判団が確認をしています。さあこれは試合の展開が大きく変わりました。西宮ブルーインズにレイトヒットの反則、ゴールデンファイターズ、先ほどねクォーターバックがボールをキープしましてサイドラインの外に出たんですが、その外に出た選手に、ヒットしたということでレイトヒットの反則、これは抜体15ヤードとなりますのでゴールデンファイターズはファーストダウンとなります。ボールポジションは敵陣19ヤードレッドゾーンにと入りました。ここから4回の攻撃、ゴールデンファイターズ、さあ矢部選手まずは自分で持っていこうとしますが、西宮ブルーインズラインバッカー3番尾辻選手のタックルを受け1ヤードロスをしています。さあ1ヤードロスをしてセカンドダウンの攻撃、
あ、反則ですね。攻撃がゴールデンファイターズにフォルススタートの反則です。プレー開始の、ね、ボールがスナップされる前に1秒以上の、ね、静止が全員になかった、動いてしまったという反則。5ヤードを抜退しましてセカンドダウンのやり直しです。さあ、ね、先ほどチャンスが巡ってきたゴールデンファイターズですので、このチャンスを生かしたいところです。セカンドダウンの攻撃、クォーターバックは12番の矢部選手、パスが、これはパスインコンプリート。西宮ブルーインズディフェンスバック42番福田陽介選手がパスカットでした。今危なくインターセプトかと思われる状況だったので、パスカットでね、終わっただけでもゴールデンファイターズは助かったのかもしれませんが、さあサードダウンの攻撃です。ファーストダウン獲得まで16ヤードあります。さあピッチします。あ、これが、このランが出ました。ランニングバック42番の門田選手のランプレー。さあしかしファーストダウン獲得まで16ヤードあったので、まだ残り2ヤード残っています。先ほどのゲインは14ヤード。さあここでゴールデンファイターズが前半1回目のタイムアウトを要求していきます。さあゴールデンファイターズはフォースダウンの攻撃、このゴール前敵陣11ヤードからのフォースダウンの攻撃、ファーストダウン獲得までは残り2ヤードですが、タッチダウンまでは11ヤード。おそらくこのフォースダウンをどう攻めるかの確認をしたんじゃないでしょうか。フィールドゴールを蹴るのか、それともフォースダウンギャンブルでファーストダウン更新、またはタッチダウンを狙っていくのか。クォーターバック12番の矢部選手がヘルメットを今装着しています。クォーターバックは残っている状態。ゴールデンファイターズフォースダウンはどんな攻撃でしょう。クォーターバック矢部選手が中央に居座っています。そしてランニングバック42番の門田選手がその後ろ。さあフォースダウンギャンブル、すかさずここでタイムアウト取ってきますね。西宮ブルーインズ、今度はディフェンスのね、作戦を立て直すんでしょう。さあここは前半の一つ大きな山場かもしれません。ゴールデンファイターズは得点を上げるチャンス、そして西宮ブルーインズはそれを阻止したいところです。さあまもなくタイムアウトが終了です。さあチームタイムアウト終了しました。試合再開です。ゴールデンファイターズフォースダウンギャンブル。さあどうする、真ん中にボールを持たせました門田選手の中央ランですが、ここは西宮ブルーインズディフェンスがこれを止めました。西宮ブルーインズラインバーカー44番田村選手がタックル。ファーストダウン獲得できませんでした。ゴールデンファイターズギャンブル失敗ということで、攻撃権は西宮ブルーインズに変わります。さあ攻撃を、先ほどゴールデンファイターズが攻撃を終了した地点、そこで攻守が交代です。西宮ブルーインズは自陣11ヤードからの攻撃。
西宮ブルーインズファーストダウン10です。さあ持たせます、中央へのランプレー、5ヤードから6ヤードほどのゲイン、ランニバック22番岡本選手の中央へのランプレーでした。西宮ブルーインズ続いてセカンドダウンの攻撃です。さあセカンドダウン5、クォーターバックは前田選手、ランニングバックにボールを持たせます。21番の藤井選手のランプレーでした。そして4ヤード、3ヤードから4ヤードほどゲインをしています。西宮ブルーインズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り2ヤードほど。さあ西宮ブルーインズ、サードダウンの攻撃です。クォーターバック前田選手、ここは短いパス通りました。そしてあっと、おサイドラインを、ね、割ってからの、でしたのでパス成功です。ゲインもしています。さあ西宮ブルーインズパスが成功しまして、ファーストダウン獲得です。ちょっと今のプレーを、審判団で確認をしているようですね。あのパスが成功した後ね、ランフターキャッチで前に出ようとしたところをタックルを受けてボールをファンブルしたように見えたんですが、それはもうサイドラインを割っておりましたのでね、その時点でサイドラインを割った時点でもうすでにプレーは終了していました。さあ西宮ブルーインズファーストダウン獲得です。自陣28ヤードからの攻撃開始、ファーストダウン10、前半終了まで3分を切っております。さあクォーターバック前田選手、ここは持たせて中央へのランプレー、ランニングバック22番の岡本選手の中央へのランプレーでした。ゲインは4ヤード。西宮ブルーインズセカンドダウンの攻撃です。セカンドダウン6、西宮ブルーインズ、さあここも持たせます。しかしここはゴールデンファイターズラインバッカー23番日野翔選手の素早いタックル、2ヤードのロスを奪っています。さあ前半終了まで2分を切りました。攻撃権は西宮ブルーインズ、3回目の攻撃、サードダウンの攻撃です。ファーストダウン獲得までは残り8ヤードとなっています。さあ7点リードの西宮ブルーインズ、時間を使いながら攻撃を続けていますが、さあ前田選手からのパス、これが成功しました。ライトエンド98番亀井雄大選手へのパスが成功、しかしゲインはありませんでした。さあフォースダウンになります。西宮ブルーインズ、さあここでゴールデンファイターズが2回目のタイムアウトを取りました。西宮ブルーインズの攻撃がフォースダウンで残り1分5秒、
これで攻守交代となりますと、もしかしたらね、少しでも時間を残してプレーをね少しでも多くしたいというところで、ゴールデンファイターズタイムアウトを取ってきたと思われます。さあ西宮ブルーインズフォースダウン、ファンタ38番の板谷選手がセットしています。さあ西宮ブルーインズパントです。このパントがリターンしていきます。ゴールデンファイターズ近藤朝日選手のリターン、しかしフラッグが出ています。20ヤードほどリターンをしたんですけれども、そのリターン中に何か反則があった模様です。さあただいまの反則、現在フィールド上にはフラッグが出ています。反則の発生です。今リターン側ですね、ゴールデンファイターズブロックの際にブラインドサイドブロック、見えないサイドからのブロックがあったということで、これが反則となります。リターンした地点、反則地点より抜退をしまして、ゴールデンファイターズファーストダウンの攻撃を開始します。ゴールデンファイターズの攻撃は自陣24ヤードからの開始です。さあゴールデンファイターズファーストダウン10、矢部選手からパスの構えですが QB サックです。西宮ブルーインズ65番ディフェンスライン上森選手のキュービーサック。さあこれで7ヤード近くロスをしています。6ヤードのロス。ゴールデンファイターズセカンドダウン。さあここはもう2ダウン、もう残り時間も少ないですのでね、2ダウン、これはランプレーのボールデッドとなりますので、ゲームクロックが流れていきます、進んでいきます。さあ今ゲームクロックゼロになりまして、前半の終了です。 X リーグ 2022X2 ウエスト秋季公式戦第3節、西宮ブルーインズ対ゴールデンファイターズの試合前半を終了しまして、西宮ブルーインズ7点のリードとなっています。この後10分間のハーフタイムを挟みまして後半戦へと入ります。後半戦までしばらくお待ちください。楽しい企画を始めたいと思いますので、3分後ぐらいにお席にお戻りください。前半の応援ありがとう。
C は C だ。C やけども、多分神田ボルクなんだよ。高田。あれが高田さん。はい、すいません、いろいろ途中でバチッて絶対喋ってくれた感じ、すごい。それもあのいつ復活するかわかんないから頑張って、とりあえず充電するやつありますよ、ね、何かだったら差し替えなあかんで、今度特典を消さないと。ああ、電源があったんですよ。はい。一番ご迷惑かけたなと。それを言うならですし、さっきの試合で実はあの変態って言ってしまって、あれ変態ってアウトだったからやばい、 YouTube なんか通報されたらどうしようとか、 YouTube なんか多分言う
NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2022 X ウエスト秋季公式戦リーグ戦第3節西宮ブルーインズ対ゴールデンファイターズの試合、まもなくハーフタイムが終わりまして後半戦開始となります。前半戦西宮ブルーインズが7点を獲得しましてリードをしております。この試合6チームによりますこの X2 ウエストのリーグ戦第3節ということで折り返し地点の大事な試合となっております。西宮ブルーインズはここまで2勝してこの第3節を迎えております。そしてゴールデンファイターズは未だ勝ち星なくこの試合を迎えているという試合です。さあ後半戦はどんな展開になるんでしょうか。まもなく後半戦の開始となります。後半戦は西宮ブルーインズのキックオフ、そしてゴールデンファイターズがそのキックオフしたボールをレシーブして、攻撃開始となります。かなり日も傾いてきました。ここ神戸市立王子スタジアム、さあ西宮ブルーインズ今後半戦開始です。さあこのキックは大きなキックになりました。キッカー96番田畑智之選手のキックオフでしたが、このキックは直接エンドゾーンに入りましたのでこれはタッチバックとなります。タッチバックですのでゴールデンファイターズの攻撃は自陣25ヤードから開始いたします。さあゴールデンファイターズ今日は白のユニフォーム、クォーターバックが変わりました。7番の竹内涼選手がクォーターバックに入っています。さあ後半から出てきましたクォーターバック竹内選手、後半最初の攻撃ゴールデンファイターズ、まずは持たせます。中央へのランプレー、ラニバック42番の門田選手にボールを持たせました。5ヤードほどゲインをしています。さあセカンドダウンの攻撃です。さあコーターバック竹内選手、ここはパスです。あ、しかしこのパスは不成功。ワイドレシーバー0番の野崎選手を狙ったパスでしたがインコンプリート、パスは不成功です。パスが不成功でしたのでダウンは進みましてサードダウンと変わります。ゴールデンファイターズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り6ヤードです。さあサードダウンの攻撃、竹内選手ボールをピッチランでいきましたが西宮ブルーインズタックル、3番尾辻選手タックルが早かった、ゲインを2ヤードほどで止めています。ゴールデンファイターズファーストダウン獲得まで4ヤードを残しダウンはフォースダウン、ラストダウンとなります。さあここはパントです。さあパンター、さあこのパントリターンをしますが素早いタックルでリターンをさせません。ここで攻守交代です。リターナー西宮ブルーインズ9番の浅野光希選手でした。タックルしたのはゴールデンファイターズ22番の工藤雄介選手でした。
がここで攻守が入れ替わります。西の目ブルーインズ後半最初の攻撃開始です。西の目ブルーインズ自陣37エンドからのファースト3点の攻撃。こちらは前半とクォーターバック変わらず4番の前田選手です。さあ後半最初の攻撃、前田選手まずは持たせて中央へのランプレーです。ランニングバック22番岡本選手にボールを持たせました。ゲインは3ヤードほど。失礼しました、4ヤードほどのゲインですね。西宮ブルーインズセカンドダウンの攻撃です。ランニングバックには21番の藤井選手がついていますが、セカンドダウンの攻撃。さあフェイクを入れてパス、あっ攻守交代です。ゴールデンファイターズディフェンスバック18番寺田翔太選手のビッグプレー、パスインターセプトにより攻撃権はゴールデンファイターズに変わります。さあビッグプレーが出ました。ゴールデンファイターズ攻撃権ゴールデンファイターズに変わります。自陣40ヤードからファースト10の攻撃です。クォーターバックは12番の矢部選手に戻っています。さあその矢部選手フェイクを入れてパスはインコンプリート、パスは不成功です。クォーターバック12番の矢部選手、前半はこの矢部選手がねずっと前半戦クォーターバックを務めてきましたが、後半最初に武井選手が出て、そしてまた今は矢部選手がクォーターバックをしています。さあファーストダウンの攻撃はパス不成功、セカンドダウン10の攻撃です。さあ持たせます。しかしここは西宮ブルーインズディフェンスライン65番上森博之選手がロスタックル、1ヤードのロスを奪うタックルでした。さあこれでゴールデンファイターズフォースサードダウンの攻撃です。ファーストダウン獲得まで残り11ヤードあります。さあサードダウンの攻撃、ゴールデンファイターズクォーターバック矢部選手から短いパス、パスは成功しましたがランニングバック42番門田選手へのパスでした。6ヤードのゲイン、ファーストダウンにはまだ5ヤード残っています。さあフォースダウンとなりましたゴールデンファイターズ。ここはパントフォーメーション、パンターは22番の工藤選手、パントにより攻撃権を放棄、そしてそのパントをリターンするか、西宮リターンをしますがゴールデンファイターズもしっかりと詰めていました。リターンしたのは西宮ブルーインズ9番の浅野幸喜選手でした。ここでちょっとまた負傷した選手が出ましたので、一旦レフリーによりますタイムアウトが取られます。さあ先ほどのゴールデンファイターズパントをしまして、攻撃権は西宮ブルーインズに変わっています。さあ西宮ブルーインズに攻撃権が変わります。
西の目ブルインズ自陣27ヤードから攻撃を開始します。西の目ブルインズファーストダウン、自陣27ヤードよりファーストダウン。クォーターバックは4番の前田選手。さあ持たせていきます。中央付近を狙ってランニングバック21番藤井選手のランプレー、これはいいランになりました。8ヤード近いランですね。中央へのランで8ヤードから9ヤードボールを前進させています。西宮ブルーインズセカンドダウンの攻撃です。パスダウン獲得までは残り2ヤードです。さあパスの構え、おっとサックを避けて、これはパスインコンプリート。パスを投げ捨てる前に前田選手がもうサイドラインを割ってたんですね。ロスをしています。10ヤード近くロスをしました。先ほどのプレーは、前田選手ランプレーを試みましたが大きくロスをしています。ゴールデンファイターズの、ね、プレッシャーが強かったですからね。さあサードダウンの攻撃、さあ前田選手長いパスはパスインコンプリート。85番佐々木選手を狙ったパス、手には、ね、触っていたんですけれどもキャッチすることはできませんでした。西宮ブルーインズフォースダウンの攻撃に変わります。さあ西宮ブルーインズフォースダウンです。パンタ38番板谷選手のパント、さあこれを近藤朝日選手リターンをしまして、ここで攻守が入れ替わります。攻撃権ゴールデンファイターズ。さあ第3クォーターすでに半分が過ぎておりますが、両チームなかなか動きがありません。攻撃権はゴールデンファイターズ、敵陣48ヤードからの攻撃開始です。さあランプレーできましたが、ゴールデンファイターズ26番クルス選手のランでした。しかし西宮ブルーインズ33番ディフェンスバック石川選手のタックルが早くゲインは1ヤード。さあ今フィールド上はレフェリーによりますタイムアウトが取られております。試合に使っている今プレーをしているボールの確認をしていたようですね。さあ確認が終わりまして試合再開です。ゴールデンファイターズセカンドダウンナイン、さあ矢部選手から
パスは不成功。さあパスが不成功です。サードダウンに攻撃が変わります。ファーストダウン獲得までは9ヤード残っています。ゴールデンファイターズ、さあサードダウン9、9ヤード以上前進をしませんと攻撃を継続することができません。さあ矢部選手ターゲットを探しているが捕まってしまいました。 QB サックです。さあここで大きくロスをしてしまいました。最後にクォーターバックにタックルに行ったのは西宮ブルーインズ40番の岸選手でした。さあゴールデンファイターズフォースダウン、ここはパントフォーメーション、パンターの工藤選手がセットをしています。さあその工藤選手のパント陣地を挽回、いいパントになっています。転がっています、まだ転がっています。ここでボールデッド、西宮ブルーインズ自陣11ヤード付近で攻守交代となります。12ヤード付近で攻守が入れ替わります。さあなかなか両チームファーストダウンを取れないまま攻撃権が入れ替わっています。さあ西宮ブルーインズ自陣12ヤード付近からの攻撃開始。ファーストダウン10、クォーターバック前田選手、右に3人のレシーバー、その右側の選手にパスをしますがタックルも早かった。パスをキャッチしたのは85番の佐々木トラノクス選手、そしてタックルしたのはゴールデンファイターズ18番の寺田選手でした。さあゲインはほとんどありませんでした。先ほどのプレー西宮ブルーインズ変わらず10ヤード近く残っています。セカンドダウンの攻撃、さあここは持たせます。ランプレー、あ、壊してファーストダウンを取っていきました。ランニングバック22番岡本正史選手、一度タックルを受けてるんですがね、そのタックルを振りほどいてファーストダウンを取っていきました。12ヤードのゲインです。西宮ブルーインズ自陣24ヤードから新たにファーストダウン10の攻撃。さあ西宮ブルーインズ新たにファーストダウン10の攻撃、短いパスできます。佐々木選手へのパスは決まりましたが、ここもそれ以上のゲインを許しません。ゴールデンファイターズパスは成功しましたが、ゴールデンファイターズディフェンスの集まりが早かったのでゲインは1ヤードほど。セカンドダウン9です。西宮ブルーインズセカンドダウンの攻撃、左を見てパスが投げられない。前田選手右をこう指差しているがカバーされておりまして投げることはできませんでした。自らの足で4ヤードほどゲインはしています。失礼しました、3ヤードのゲイン。西宮ブルーインズサードダウン、ファーストダウン獲得までは残り6ヤードほど。
さあファーストダウン獲得できるでしょうか、西宮ブルーインズ。クォーターバック4番前田選手、ターゲットを探す。このパスはインコンプリート、成功です。クォーターバックにプレッシャーを与えていたのはゴールデンファイターズディフェンスライン6番の上山選手でしたでしょうか。かなり苦しい体勢でのパスを投げる形になってしまいました、西宮ブルーインズ前田選手。さあファーストダウン獲得まで6ヤードを残し、ダウンはラストダウンになります、西宮ブルーインズです。フォースダウン、ここはパントフォーメーション、パンタ38番板谷選手のパント。さあこれを今度朝日選手リターンします。10ヤードほどリターン、12、3ヤードリターンしました。ここで攻守交代です。さあ攻撃権はゴールデンファイターズに変わります。さあ攻撃権はゴールデンファイターズ。なかなか両チーム得点を上げるところまで結びつきません。ゴールデンファイターズの攻撃、自陣43ヤードからファースタンテの攻撃、中央へのランプレー、門田選手のランです。今日はゴールデンファイターズ、この42番の門田選手のランがよく出ています。7ヤードほどのゲイン。セカンドダウンの攻撃です。クォーターバックは12番の矢部選手が出ています。左右に2人ずつのレシーバーがいますが、矢部選手パスの構え、パスはランニングバックの42番門田選手に投げまして、これが成功。さあファーストダウンに届きましたでしょうか。微妙な位置なんですが、さあこのボールをセットしてファーストダウン行ってますね。ファーストダウン更新です。ゴールデンファイターズファーストダウン取りました。敵陣46ヤードから新たに攻撃を開始します。ゴールデンファイターズファーストダウン10。さあ矢部選手パスの構えからスクランブル、自分で持っていきます。5ヤードほどゲインしましたが、しかしフラッグが出ています。反則の発生です。さあフィールド上ただいま反則発生を示します。フラッグが出ております。ゴールデンファイターズ攻撃側のホールディングの反則、相手の選手をブロックする際にホールドした掴んでしまったという反則。ゴールデンファイターズ反則地点から10ヤードの抜体です。抜体をしまして、ゴールデンファイターズファーストダウン10の攻撃、ファーストダウンをやり直します。ファーストダウンロング。さあ矢部選手自分で持っていく、走る、一人かわす、そしてここでタックルを受けました。10ヤード近くゲインをしておりますが、先ほどねロスをしておりましたので、ファーストダウンにはまだまだ11ヤードほど残っております。そしてここでゲームクロックがゼロになりました。第3クォーターの終了です。 X リーグ2022X2 ウエスト秋季公式戦第3節、西宮ブルーインズ対ゴールデンファイターズの試合第3クォーター終わりまして、第3クォーターに点数の動きはありませんでした。依然として7対0で西宮ブルーインズがリードしています。
さあこれよりね、また陣地を入れ替えまして試合はいよいよ第4クォーターに入ります。さあ両チーム点数の動きどころかお互いなかなかのファーストダウンもなかなか取れないようなあまりこう変化のない試合になっておりますね。動きのない試合になっております。どちらも同じようなペースで試合が展開されております。さあ第4クォーターに大きな動きがあるんでしょうか。西宮ブルーインズの追加点があるのか、それともゴールデンファイターズ巻き返しにかかるのか。いよいよ勝負の第4クォーターファイナルクォーターです。陣地は変わりまして画面上右側が西宮ブルーインズ、そして左側がゴールデンファイターズ。かなり西日がきつくなってきております。影がね長くなっておりますので、さあこの日差しも影響してくるかもしれません。攻撃権はそのままゴールデンファイターズ、セカンドダウンロング。矢部選手からのパス、近藤選手へのパスが成功しました。リターナーとしても今日は大活躍しています。ワイドレシーバー11番の近藤朝日選手へのパスでした。10ヤードをゲインしたんですけれどもね、先ほど1ヤードロスをしておりましたのでファーストダウン獲得にはあと1ヤードちょっと残っております。ゴールデンファイターズサードダウンの攻撃です。サードダウン残り1ヤードから2ヤードほど。さあ持っていった、ゴールデンファイターズランニングバック91番森川博之選手のダイブプレー、ファーストダウンを獲得しています。さあこれでゴールデンファイターズは敵陣34ヤードから新たに4回の攻撃を開始することができます。さあファーストダウン10の攻撃、ゴールデンファイターズピッチします。さあちょっと走り出しの足元がもたついてしまいました。ランニングバック42番の門田選手、やはりその間に西宮ブルーインズディフェンスの選手に詰められてしまいましてゲインをすることはできませんでした。逆に2ヤードから3ヤードロスをしています。ゴールデンファイターズセカンドダウンの攻撃です。先ほど3ヤードロスをしましたゴールデンファイターズ。さあ今度はパスの構え、短めのパスが成功。さあここからどれだけ上がっていけるか。ワイドレシーバー8番高橋英治選手がパスキャッチでした。さあこれで敵陣29ヤードまでボールを進めています。先ほどのプレーで8ヤードのゲインでした。ゴールデンファイターズサードダウンですが、とここでちょっと1人倒れた選手がいますのでレフリーによりますタイムアウトが取られます。さあ今日差しは西日がかなり強くなってきております。影もかなり長くなってきています。今攻撃をしているゴールデンファイターズ、パスをキャッチするときにはこの日差しの影響もあるかもしれません。そして西宮ブルーインズは常にこの日差しを向いてのプレーとなってしまいます。さあレフリータイムアウト終了しまして試合再開です。ゴールデンファイターズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り5ヤードほど。さあクォーターバック12番矢部選手、パスを投げられません。そしてここで捕まってしまいました。 QB サックです。西宮ブルーインズ54番ラインバッカー広瀬豊選手の、失礼しました、西宮ブルーインズですね、ごめんなさい、西宮ブルーインズディフェンスライン54番岡島達郎選手のQBサックです。失礼
礼いたしました。さあ、QB サックによりロスをしております。ゴールデンファイターズフォースダウンの攻撃、ここはギャンブル、ファーストダウン獲得を狙います。矢部選手パスが投げられない、そして QB サック、西宮ブルーインズ96番キッカーとしても活躍しておりますディフェンスラインの田畑智之選手の QB サック、4回目の攻撃、フォースダウンの攻撃でゲインすることができませんでした。ファーストダウン獲得することができませんでしたので攻守交代となります。キュービーサックを受けてボールデッドとなった地点、西宮ブルーインズ陣地45ヤードから西宮ブルーインズファーストダウン10の攻撃です。クォーターバックは4番の前田選手、ショットガンフォーメーション3×1、さあその3人の方向きながら、いや右サイドに動いてきた、パスが成功、佐々木虎之助選手がそのまま立った。西宮ブルーインズ攻守交代した1プレー目でタッチダウン追加点です。右サイドにいました佐々木虎之助選手がぐーっと左サイドまで位置を変えてきまして、パスを受けそのままエンドゾーンまで走り切り、55ヤードのタッチダウンとなりました。さあ西宮ブルーインズ6点を追加、第4クォーター6点追加。さあこれよりトライ4ポイントです。キックを受けるのは田畑選手、キック成功です。さあこれでポイントアフタータッチダウン、さらに1点を追加しまして西宮ブルーインズ7点を獲得、ここまでの得点14点とゴールデンファイターズ引き離しております。さあ第3クォーターは動きのなかったこの試合ですが、第4クォーターに西宮ブルーインズが追加点。ワンプレーで55ヤードをゲインしファーストタッチダウンとなっております。さあその西宮ブルーインズのキックオフ、ゴールデンファイターズどこまでボールをリターンできるでしょうか。キッカー96番田畑選手、先ほどはクォーターバックサックもありました。さあその田畑選手のキックオフ、大きなキックとなりました。これを近藤選手リターンします。15ヤードほどのリターン、16、7ヤードリターンをしたでしょうか。近藤朝日選手でした。ファンブルをしてますね。大丈夫ですよね。ちょっと今場内アナウンスでファンブルというアナウンスが聞こえ、ファンブルですね、ターンオーバーです。すいません、ちょっと私はもう今ボールを追ってませんでした、申し訳ございません。リターンをねしていたんですけれども、その最後でタックルを受けボールをファンブルしたようでした。そのボールを抑えましたのが西宮ブルーインズでしたので、西宮ブルーインズの攻撃となります。西宮ブルーインズ敵陣23ヤードからの攻撃開始です。攻撃権は西宮ブルーインズ。クォーターバックが変わりましたね。クォーターバック17番の坂谷雄介選手が出ています。さあまずはハンドオフ、ランニングバックにボールを渡します。ランニングバック21番の藤井選手のランでした。ゲインは2ヤード。西宮ブルーインズ
巡ってきたチャンスをものにできるでしょうか。クォーターバックはこのシリーズから17番の坂谷祐介選手が出ています。戻します。さあしかしここはゴールデンファイターズしっかりとディフェンスも集まってきます。ゲインは1ヤード。ボールを持ちましたのはランニングバック22番の岡本選手でした。さあサードダウンの攻撃、西宮ブルーインズファーストダウン獲得までは7ヤードです。さあクォーターバック17番坂谷選手からボールを持たせます。さあそしてこのランもいいランになりました。ランニングバック21番藤井選手がボールを持ちました。6ヤード近くゲインをしています。西宮ブルーインズフォースダウンです。ファーストダウン獲得まであと2ヤードとなっています。さあここはフィールドゴールを狙う模様です。キッカー96番田畑選手がフィールドゴールを蹴る位置にセットしています。あ、ちょっと西宮の方にちょっとはい、ここで後半1回目のタイムアウト、ちょっとね選手が足りていなかったようですね。1人慌てて入っていたの行ったのが見えました。さあフィールドゴールキックを蹴りまして、そのキックがゴールポストの間を通過すれば3点を獲得することができます。フィールドゴールアテンプトおよそ32ヤードです。さあフィールドゴールです。これはおっと、ゴールデンファイターズにビッグプレーです。西宮ブルーインズフィールドゴールを蹴りましたが、このキックをゴールデンファイターズ17番長野団地選手がキックブロック。フィールドゴールは失敗、そして、キックブロックにより少しボールをリターンしましたので、ボールデッドとなった位置がゴールデンファイターズ陣地34ヤードとなりました。この地点からゴールデンファイターズ攻撃を開始します。攻撃権が変わっています。ゴールデンファイターズクォーターバックは7番の竹内選手が入っています。さあ試合終了まで5分57秒竹内選手からのパス成功。まだ倒れない。ワイドレシーバー9番倉田城選手へのパスが成功です。6ヤードほどのゲイン。ゴールデンファイターズセカンドダウン4、ファーストダウン獲得までは4ヤード。さあ右と左とそれぞれ2人ずつレシーバーを配置しまして、クォーターバック7番竹内選手パスを狙いますが投げられない。自分で持っていってファーストダウンを取っていきます。いいランになりました。クォーターバック7番竹内涼選手7ヤードを減しファーストダウン獲得です。ゴールデンファイターズ自陣47ヤードから新たな攻撃を開始します。さあ竹内選手自分で持っていきます。これも
ファーストダウンを取ってきました。竹内選手のランが光ります。竹内選手のランで14ヤードぐらいゲインをしましたね。ゴールデンファイターズ敵陣に入り、敵陣39ヤードから新たな攻撃開始です。さあここからの4回の攻撃、竹内選手からのパス、あこれはインコンプリート。ターゲットは87番の藤田選手でした。さあパスインコンプリート、パスが不成功でした。続いてセカンドダウンの攻撃、クォーターバックは7番の竹内選手、ランニングバックには今日大活躍をしておりますランニングバック42番の門田選手がついています。レシーバーは左右に2人ずつ。さあパスを狙う、このパスが通った、成功です。クォーターバック7番の竹内選手からワイドレシーバー9番の倉田選手へのパスでした。さあこれで9ヤードゲイン、ゴールデンファイターズサードダウン1、あと1ヤードボールを前進させれば攻撃が続きます。竹内選手自らスクランブル、ボールを持ち込んでファーストダウン獲得、しかも10ヤードぐらいゲインをしていたでしょうか。さあこれでレッドゾーン20ヤードまでボールを進めましたゴールデンファイターズ。さあここから4回の攻撃、ここで一旦レフリーによりますタイムアウトが取られます。ちょっとね負傷したと思われる選手がいたので、レフリーによりましてタイムアウトが取られます。このタイムアウトをね取られた当該選手は1プレー以上ベンチに下がってチェックを受けてから復帰ということになります。さあゴールデンファイターズいいリズムで敵陣20ヤードまで攻めてきました。さあ得点に結びつけたいところです。ゴールデンファイターズクォーターバックは7番の竹内選手、あパスがないしまいました、 QB サックです。西宮ブルーインズディフェンスライン96番田畑智之選手の QB サック。さあこれで7ヤードロスをしてしまいましたゴールデンファイターズ。さあセカンドダウンロング、クォーターバック竹内選手短めのパスでしたがパスは不成功。さあゴールデンファイターズはサードダウンの攻撃です。さあファーストダウンを獲得して新たな攻撃権を得るには17ヤード進まないといけません。ゴールデンファイターズ、サードダウンの攻撃、あっとちょっと今サインがちょっとスタートが乱れてしまいましたね。反則です、フラッグが出ています。さあ反則が発生しておりますが、この反則どちらの反則でしょう。オフサイドです。西宮ブルーインズにオフサイドの反則。
ちょっとね攻撃を開始を誘発するような動きがあったということで、西宮ブルーインズにオフサイドの反則、5ヤードの抜体、ゴールデンファイターズは5ヤード前進してサードダウンということで、ファーストダウン獲得までは12ヤードとなりました。さあ竹内選手のパスは取ってます、パス成功です、ナイスキャッチ、ゴールデンファイターズレシーバー14番三宅日和選手。いやなんか取った後がちょっとクールすぎてて、取ったのかどうなのかがわからないくらいの感じでしたが、しっかりとボールをキャッチしておりました三宅選手。さあそしてこれで大きくゲインファーストダウン獲得しています。ゴール前5ヤードからゴールデンファイターズファーストダウンゴールトゥーゴー。さあ試合の残り時間もなくなってきています、まもなく2分を切ろうとしています、試合の残り時間。さあ竹内選手ファーストダウントゥーゴール、さあ左が空いてるか、自分で持っていく、自分で持っていく、どうでしょう、ギリギリのところでタックルを受けました。西宮ブルーインズ丹波の尾辻選手のタックルによりタッチダウンには至っておりませんが、しかし今止められてしまっておりますので時間が流れています。さあ残り2ヤード、ここは飛び込んだタッチダウンです、ゴールデンファイターズランニングバック91番森川博之選手、エンドゾーンへとダイブ、第4クォーター6点を追加、6点獲得ですね、失礼しました、6点獲得、6点を返しています。さあこれでトライフォーポイント、タッチダウンの後のボーナス点。さあキックを蹴る模様です。さあこのキックは成功です、ポイントアフタータッチダウンはキッカー25番国木寛大選手のキックが成功し、ゴールデンファイターズ第4クォーターに7点を返しています。これでタッチダウン1つの差となっています。さあしかしこの残り時間1分32秒、さあここでゴールデンファイターズ1本は返しました。残り1分32秒。さあこういった場面でよく出てくるオンサイドキック、キックオフはですね、キッキングチームがキックをしまして、リターンチームがリターンをするということになりますが、このキックしたボールが10ヤードを超えますと、どちらのチームもそのキックしたボールを抑えることができます。オンサイドキック10ヤードギリギリのあたりにボールを蹴って、キッキングチームがもしボールを抑えればキッキングチームの攻撃権となるわけです。さあここは注目です、キックを蹴るのは25番の国木寛大選手、オンサイドキックが10ヤードを超えません、その前にリターンされてしまいました。西宮ブルーインズ44番田村光大選手、いいポジションにいました。そして大きくリターンをしまして、敵陣16ヤードまでボールをリターン、西宮ブルーインズはその地点からの攻撃となります。試合終了まで1分27秒、攻撃権はリードしています西宮ブルーインズ、ファーストダウン10の攻撃、クォーターバックは4番の前田選手が戻っています。持たせて中央へのラン、これが抜けています、タッチダウン、西宮ブルーインズここに来て追加点、ランニングバック22番岡本正史選手、
中央に走路を見つけ、スルスルスルと抜け出しまして、エンドゾーンに飛び込みタッチダウンです。西宮ブルーインズ、ここで追加点、6点を追加。さあトライフォーポイントです。キッカー96番田畑選手がキックを蹴るようです。さあこのキックも成功しまして、ポイントアフタータッチダウン、さらに1点を追加。今日は QB サックでも活躍している田畑選手、キックも成功しまして、さらに1点追加。西宮ブルーインズ、ここまでの得点21点と、ゴールデンファイターズが7点返した後に再び7点引き離しました西宮ブルーインズです。試合終了までの残り時間は1分21秒、タイムアウト残り回数は西宮ブルーインズ2回、ゴールデンファイターズは3回残っています。さあただいま得点しました西宮ブルーインズのキックオフ。さあ96番の田畑選手のキックオフです。さあこのキックオフにより試合再開。そして近藤朝日選手、左へとリターンをしていきますが、10ヤードほどリターンをしたところで西宮ブルーインズ40番岸亮太選手に止められています。攻撃権ゴールデンファイターズ、自陣20ヤードからの攻撃開始。試合終了までは1分15秒。ゴールデンファイターズ、先ほどのドライブでは1本タッチダウンを取りましたが、その後にすぐ西宮ブルーインズに取られてしまいました。さあこのシリーズ、竹内選手のキーププレー、竹内選手のランで8ヤードから9ヤードゲインをしています。ゴールデンファイターズボールを確保した状態でサイドラインを割りましたので、ゲームクロックは止まります。試合終了まで1分8秒で止まっています。ゴールデンファイターズセカンドダウン1。さあ竹内選手パスの構えですが、ここは自分でファーストダウンを取っていきます。そしてサイドラインを出まして、時計も止めます。ファーストダウンを取りましたゴールデンファイターズ、自陣31ヤードから新たに4回の攻撃を開始しますが、試合終了まで残り1分2秒。さあ自陣31ヤードからの攻撃。さあ竹内選手投げられない、ここは投げ捨てます。あまりね持ちすぎますと時間を使ってしまいますので、パスが投げられない、パスがカバー、ね、レシーバーがカバーしていると思いきや、もうすぐに投げ捨てて、パスが不成功ですとゲームクロックが止まりますので、ここは投げ捨てました、パス不成功。試合終了まで残り56秒、ゴールデンファイターズセカンドダウン10。もう竹内選手かなり肩がこわがって息が上がっているようですね。疲れも出ているようと思いますが、さあ長いパスですが、これはインコンプリート、パスは不成功です。パスの先には11番の近藤朝日選手が待ち構えていたんですが、しかしここでフラッグですね、反則が出ております。お、ここで
オフサイド、これはディフェンスの反則です。西宮ブルーインズがボールがスナップされる前にニュートラルゾーンに侵入していたということで、5ヤードバッタイ、ゴールデンファイターズ5ヤード前進してセカンドダウンをやり直します。さあここからセカンドダウンの攻撃となります。ゴールデンファイターズさあ左へのパスはちょっと浮いてしまいました。パスは不成功、インコンプリートです。さあワイドレシーバー8番の高橋選手を狙ったパスでしたが、パスが不成功、攻撃はサードダウンになります。サードダウン5、試合終了まで残り47秒でゲームクロックは止まっています。さあサードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得まで残り5ヤード、ゴールデンファイターズクォーターバック7番竹内選手、サードダウン5をパスで取りに来ます。このパスが通りました。今度は朝日選手へのパス成功でファーストダウン獲得。そして近藤選手はそのままサイドライン割りましたのでゲームクロック止まります。敵陣、失礼しました、自陣45ヤードまでボールを進めました。試合終了まで残り43秒、ゴールデンファイターズファーストダウン10の攻撃、さあ竹内選手自分で持っていく、空いている、ファーストダウンは取れそうですが、ファーストダウンを行ってないですね、止まってますね。さあここでゴールデンファイターズが後半1回目のタイムアウトの要求です。今ファーストダウン取ることができませんでして、インバウンズでボールデッドとなりましたので、ランプレーで、ね、インバウンズでの、ボールデッドとなりましたのでゲームクロックが、ね、進んでしまうところをゴールデンファイターズはタイムアウトを使ってゲームクロックを止めてきました。試合終了まで残り32秒です。さあゴールデンファイターズセカンドダウン1、残り32秒です。試合終了まで、さあパスです。このパスはインコンプリート、今度は朝日選手を狙ったパスでしたが、ちょっとパスを取ってからのことを、ね、考えてしまったのかもしれませんが、さあこれでサードダウンとなります。さあサードダウン1、クォーターバック竹内選手ファーストダウンを取ってきました。さあチェーンクルーが移動する間はゲームクロック止まっています。あ、回りました、時計が回っています。さあとりあえずボールをスパイクですね。これはパス不成功になりますので、ボールを、ね、地面に叩きつけてスパイクをすることでゲームクロックを止めます。試合終了まで残り18秒、さあプレーとプレーの間に40秒時間が与えられておりますので、その40秒の間にゴールデンファイターズしっかりと作戦を確認しています。しかしさあゴールデンファイターズセカンドダウン、パスが通った、そして
ファーストダウン更新です。ワイドレシーバー8番の高橋選手へのパス。さあここで時計が回り、またスパイクをしてゲームクロックを止めます。さあこのボールをスパイク、これはパスインコンプリート、パス不成功となりますのでゲームクロックが止まります。試合終了まで残り10秒。さあセカンドダウン10の攻撃、ゴールデンファイターズ。さあ右サイドへのパス、これも届かなかった、パスインコンプリート。さあパスインコンプリート、パス不成功でしたのでゲームクロックが一旦止まります。試合終了まで残り5秒。ゴールデンファイターズサードダウンの攻撃。さあ竹内選手短めのパスからエンドゾーン手前で止まりました。そしてその前にフラッグが出ています。さあこの反則がどちらの反則になるか。さあ反則発生を示す黄色い犬のペナルティフラッグが西宮ブルインズ陣地22ヤード付近に出ています。さあこの反則はゴールデンファイターペナルティーリプライ、プレーの結果時計がゼロになりましたのでゲームオーバー、試合終了です。さあここで試合終了、今説明がありましたように先ほどのプレーの際ゴールデンファイターズ無資格レシーバーのダウンフィールドへの侵入、無資格のレシーバーが、ね、ダウンフィールドに侵入したという反則があったんですけれども、先ほどのねゴールデンファイターズもうすでに最後のプレーはですねタッチダウンに届くことなくボールデッドとなっておりますので西宮ブルインズはこの反則を取りません。したがってゲームクロックがゼロになりましたのでここで試合終了となります。さあご覧いただきましたようにただいまの試合 X リーグ 2022X2 ウエスト秋季公式戦第3節西宮ブルーインズ対ゴールデンファイターズの試合、西宮ブルーインズが21点、ゴールデンファイターズが7点ということで西宮ブルーインズが勝利いたしました。これにより西宮ブルーインズは、このリーグ戦3勝、そしてゴールデンファイターズは未だ、勝利なしということになってしまいました。いやもう最後はですねちょっと本当にかなり盛り上がった試合になっておりましたけれども、結果としては西宮ブルーインズが3本のタッチダウンで勝利をつかみ取ったという形になりました。さあこの第3節を終わりまして残すところ両チームもあと2試合ずつとなります。続く試合はですねこの X2 ウエストの試合は11月3日に王子スタジアムこちらで行われます。勝ちましたサイドワインダーズ、西宮ブルーインズはサイドワインダーズとですね対戦をいたします。キックオフ時間が17時20分となっております。そしてゴールデンファイターズは次の試合11月3日の12時から崩壊と対戦いたします。さあ次の試合もねぜひ皆さん観戦よろしくお願いします。そして、YouTube でご覧になっていた方もそうですけれどもぜひね会場にも足を運んでいただければと思います。選手たちの熱いね気迫を生で感じていただけるとねよりアメリカンフットボール楽しめるんじゃないかと思います。
そしてこの YouTube 配信はたくさんの方々のご支援を得て、そして皆様にこの配信をお届けしていることができております。本当に皆様ありがとうございます。そしてこのね、YouTube 配信を継続していくためにも皆様のご支援、これからもお願いしたいところです。法人または個人、どちらでも結構です。ご支援していただいた方にはこのように YouTube の配信の中にお名前を入れさせていただきますのでね、ぜひ皆様これからも温かい応援をよろしくお願いいたします。それではこの X2 ウエスト秋季公式戦第3節、西宮ブルーインズ対ゴールデンファイターズの試合、ここまでの配信、私実況石井真由美でお送りいたしました。それではまたYouTube でお会いしましょうになるのかな、どうなんだろう、はい、よろしくお願いいたします。ここまででご覧いただきましてありがとうございました。この辺で失礼いたします。